自民党がそろそろ変えてるのっていう話なんですけど、なんか話聞いてらっしゃいますか。私は何も言ってない。10分ぐらいから始まるということで、そうですか。また聞いてからお話を伺えればと思います。はい、そうです。本当に何も聞いてませんので、まだ、はい、また今の時点で謝罪はまだないですか。そうですね、それはまだ聞いてないです。はい、3回にはどんなことを期待していらっしゃいますか。あ、そうですね、やっぱり何がそこで起こっていたのかを内部の方できちんと調べていただきたいと思っています。週をまたいでもまだ自分で手を挙げていないというその現状についてどう思いますか。そこも本当に残念ですね。はい、残念です。はい、今後このことに関してどのような姿勢で取り組まれますか。ちょっとその20分からの聞いてみないとわからないんですけれども、できることはしていきたいと思ってますし、そのあったことにはしたくないですし、改善できる部分が改善できるような提案をしていきたいと思ってますし、そうになるように望んでます。はい、すみません、鈴木さんに対して何か言いたいことってますか。さん、ちょっと今の段階では何も、はい、謝罪するということはおっしゃってたんですけど。そうなんですか。聞いてみないと本当に、はい、すみません、まだわからないですね。はい、会見後にもう一回こういう機会を作っていただけますか。あ、そうです、それはね、はい、あ、そう思います。はい、どこで間違いました。わからないですね。ちょっと副派の方を、そうですね、そうですね、はい、はい、はい、連絡していただければと思います。わかりました、わかりました、ご迷惑をおかけしますので。